されたハンガリー映画ビザとキツネと恋する死者たち、日本の文化を取り入れたサスペンスホラー。亡霊の日本人歌手トミー・タミを演じているのが、夢ばかなを信じていればハーフのデビッド・サクライ。監督が大の親日家で喜劇俳優トニー・タニをモデルにした。